はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。肌がしっとりもちもちになる洗顔があるらしいということで、日経新聞の日経スタイルというような雑誌らしいんですけど、今はもうなくなってるらしいんですけど、でその中でですね、砂糖を使って洗顔するというのがあるんですけども、読んでみたんですけども、いろいろ書いてあって、やっぱり砂糖という成分を入れるといいことばっかだっていうふうに書いてあるんですけど、まずこう本質的に私が感じたことはですね、これかなり前ですかね、10年ぐらい前なんですかね、8年前ですね、はい、8年前に、まあ、言われたらしいんですけども、まあ、ポットででブームにもならず消えた、謎の美容法という位置づけでまず間違いないのかなと思います。よくいろんな私の動画でですね、最新のコスメの方法って先生はどう思いますかとか、韓国で流行ってるこういう最新な美容法があるんですけどどうですかっていう聞かれることがあるんですが、まあ、10年ぐらいの年月が経ってその美容法って多分忘れ去られてなくなってるよっていうことはよく言うんですけども、それって効果がないばかりか健康被害みたいなものが出てきちゃう、あの美容法だったり洗顔方法だったりする場合には、まあ必ず10年ぐらいの月日年月を経れば、まあ淘汰されているというようなことは、まあよく私は言うんですけど、これももうまあちょうどですね7年前8年前ということで、ある化粧品会社ですね、美容に砂糖をメインで使うみたいな化粧品会社が多分仕掛けたと思うんですけども、多分あの最良で効果が出なかった、まあ最悪の場合には健康被害が出てしまったということで、今はでも細々とやってるみたいなんですけど、今ネットで調べたら、ただやっぱりブームにならなかった、それからみんなの支持を得られなかった、まあ資本投下という面もあるんでしょうけれども、やっぱり消えていってしまった美容法の典型的な例が砂糖の美容法なのかなというふうに思います。市販の白桃を使ったあの美容法みたいな、しっとり肌がもちもちするために、砂糖を使うみたいなものがあるんですけども、基本的に、まあ、洗顔なので洗い流すはもうそうなんですけども、砂糖が入ったということだけで必ず守ってほしいということで、まあ、ずっと置かないとか必ず洗い流すとか、絶対こすらない、砂糖入りのものは絶対こすらないというのがある、まあ、それが、まあ砂糖での洗顔の、まあ、美容法らしいんですけども、例えばですね、ある美容成分が入っていて、これがもちもちにするらしいですよと、これを入れると、入れた洗顔をやるともちもちになるらしいですよみたいなものがあって、絶対こすらないでくださいねとか、3分以上置かないでくださいねとか、必ず洗い流してくださいね、この成分を入れたらっていうことであったら、あなたはその成分を入れますかっていう話なんですけど、日経の記者も多分この成分、まあ砂糖を入れたらやっぱりずっと置いておくとやっぱり健康被害が起こるし、洗い流さずに置いておいたら健康被害が起こるし、砂糖を入れてザラザラのままこすったらなおさらこれ皮膚科のお世話になってしまうみたいなことがやっぱり分かってて、まあ、注意点として書いてるんでしょうね。美容液の成分があってこれを洗顔料に入れたらいいよ、ただし絶対にこすらないでねとか、絶対に3分以上放置しないでねとか、絶対きれいに洗い流してね、この美容液もちもちになるけどって言われたら、あなた使いますかっていう話なんですよね。だからそういうような話と、やっぱりその10年近く経ってうんともすんとも言ってないということであれば、まあ、一過性の、流行りにもならなくて終わった単なるブームかなと思います。私がこの動画で何を言いたかったかというと、別にハトムギ化粧水を用意してるわけでも案件でも何でもないんですけども、やっぱり30年間ずっと支持され続けているということだけで、一つの、まあ、化粧品の効果は薬理学的な効果ではないので、化粧品の効果といいましょう、保湿とかですね、清涼感というふうに言い換えた方がいいです。その効果がある程度支持されているのから30年ぐらい生き残っている。新しい美容法に飛びつく新しい、何かの成分に飛びつくのはいいんですけども、それが10年後生き残ってる美容成分とか、化粧水とか乳液っていうのはあまりなくって、ほとんどのものってやっぱり一過性のブームを作ろうと思ったけれども、やっぱりその実力が伴ってなかったというものがほとんどですので、まあ、今回その典型みたいなものかなと思って取り上げてみました。まあ、何回も言うようにやっぱりほとんどの新しいものっていうのは誰かが仕掛けてブームにしようしようと思うんですけど、やっぱり実力が伴っていないとやっぱり廃れていってしまうということになります。まあ、この砂糖でのもちもちの洗顔法だけではなくてですね、例えば水素水みたいなものもありました、ブームになっていましたけれども、それももうほとんどなくなってしまったみたいなもの、いろんな新しい美容法とか新しいことが美容雑誌に出ますけれども、いちいち信じない方がいいかなとは思いますね。今日はですね、かなり前の記事を取り上げてみました。今でもですね、10年後20年後に残ってる
美容法っていうものは本質的にはやっぱり正しいものが残るのかなと思います。まあ早にしたりみたいなものにあんまり乗らない方がいいんじゃないかな。化粧品の効果は薬理効果と全然違いますので、まあ、保湿清涼感みたいなものが自分にバッチリ合うのであれば早にしたりに乗らない方がいいのかなというふうに思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。本編では言わなかったんですけども、砂糖は医薬品に使われるか使われないかというと使ってます。私も使ってましたね。イソジンシュガーというやつで、ポピドンヨードっていうまあ消毒薬の中に砂糖をたっぷり入れて、もう本当に砂糖なんですよね。砂糖なんです。茶色い砂糖って感じですね。あ、まあもちろんあのジャムみたいに濡れるような軟膏みたいになってますけど、舐めると甘いし、甘い苦いって感じですかね。ポピドンヨードの味がして甘い、本当にしっかりと甘い。でそれを褥瘡床ずれのところに塗ってましたけどね。まあだからといって、まあ、美顔になるかというとそうではない。まあイソジン砂糖が使うのは褥瘡床ずれのところだけですのでね、海洋とか、まあ、健康な肌にイソジンシュガーは使わないですね。イソジンシュガーを使う時とかはどういうこうまあ、メリットというかでこう使っていくんですか。ですね、イソジンシュガーって基本的にイソジンってすごい強い抗菌作用なんですね。で、あのイソジンだけを塗るだけだと溶け出していって浸出液といってジュクジュクするので、消毒薬を塗ったとしてもその消毒が浸出液であのジュクジュクすると洗い流されちゃって、その消毒がなくなるんですよ。でそこに砂糖を混ぜておくと、砂糖って水を吸いますので、最初は固かったやつが翌日とかに行くと溶けてグニョグニョになってるんですけども、そのイソジンそのものが傷にずっと張り付いていってくれるんですよね。だからそのためにまあ水を吸い取るって意味合いと、イソジンっていうその強力な消毒薬をその海洋部分というか床ずれの部分にずっと張り付いていさせるっていう意味で砂糖は使います。なるほど。消毒しただけだとどうしてもほら浸出液って言うんですけども、体からこう水がこう傷口ってガーゼしとくと濡れてくるじゃないですか。ああいうのを染み出してくるんですけども、イソジン塗っといてもそれでによってこう薄められちゃってどん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 流れてっちゃうので、それを予防するためにそのイソジンに混ぜて、砂糖に混ぜたイソジンをそこにこうポコッと持っておくと、傷口にずっと1日ぐらいとどまっていて殺菌して感染予防にはなる。なるほど。それ初めて僕聞けました、なんかこうあれと近いかもしれないですね。絆創膏をそのまま貼っとけっていう。そうですね、そうですね、近いかもしれないですね。じゃあ確かになんかそこだけを切り取って医学にあの薬にも使われていた、砂糖は使われていたそうですよ。じゃあそれが美肌になるかというとなんない。だって用途が違うもん。